方の琉球はハードワーク、まあオフェンスに相当力を入れているということを聞いたんですけれども防ぎました。ちょっと手間取ったか。それでもノーマークの中山のシュート、あー決まったですね。琉球は得点にはつながってないですけど、うん、いいところはチャンスは見ていると思います。フローターを決めました。で大浦がドウェイン・イバンスがマークにつく。ウィングから打ってきた。決まったのは長谷川昇、はい、今村だ。今村から並里へ。並里がドライブしてくる。ね、自らのドライブを選択しました並里。ディフェンスが動けなくなりました。あ、なるほど、細かいテクニックを使っているわけですね。リムに2度3度バウンドしてから決まりました。ミスマッチですね。クリー選手とも。そうですね、野本がついていますが岸本ドライブで決めました。パワーフォワードですが外でも行けます。そしてかわしてバスケットカウントか。そして並里リムに当たる大浦、さあ速攻だ。長谷川昇が決めた。速攻成功。ディフェンスが広がったところでクーリー選手の中があると思うので、はい、外、まあ、外に意識を生かせて最後ジャック・クーリーというところが決まりました。いきなり来ましたね、町野選手。それはまあ琉球にさせてもらえないというところですかね。ウェイン・エヴァンス、あークロック、もう一度リングに当たる。セーダ・アキタ、今村もいる。ペイントに侵入したジャック・クーリー。北はあまり外のシュートが入っていない印象ですね。わー、射抜いてきた琉球。岸本、はい、9点差あります。田代のドライブ、中を使う。そしてエクストラパスはジャック・クーリー。田代選手いいパス出しましたね。邪魔をしているということですね。そうですね、はい、うまい。並里バンクショット決めた。点差が開きます。ハンドオフで長谷川から、そして大浦もう一度ピックを使う。大浦自分でクリエイトしたブロックショット。あ、すごい、素晴らしい。ジャック・クーリー出ていきたい。長谷川が打った、惜しい。そのボール、並里だ。琉球、はい、琉球速攻バウンドパスを出して田代。エバース2人がかりついています。一旦外に出す。石本フェイクを使う。そしてジャック・クーリートリプルチームでつきますが、その上を越えてきた。まだチャンスですよ。またミスマッチはありますが、三原が入っています。能代工業出身、32番。ダンク、オスマトダンク。パワフルなシュートが見られました。まだ15点差。今度はダンクの仕返し。ドウェイン・イバンス重ねていけるかどうかっていうところですかね。筑波大出身のマクがドライブする。うまい。アレックス・デイビスブロック、ね、伊藤のレイアップ決まった。得点が欲しいところですね。そうですね、まあ、体を張っている。そしてファンタジスタ並里、ドゥエン・イエヴァンスが、並里が任せたのは小野寺。スリーだ。琉球は2シーズン目です。並里バウンドパス、ドウェイン・エヴァンスに決めました。すごい動きでした。鮮やかです。ボールを奪った。伊藤が進む。伊藤が行く。伊藤がアタック。そしてアレック、コールビーが、コールビーがシュートを決めました。同時にファウルももらっています。バスケットカウント。もう一度伊藤が行く。ちょっと滑ったか。コールビー、コールビーリングした。アレックス・ペイビス2ポイント。ここはミスマッチでしたね。外に送る。牧がもう一度三原に送っている。さすがに来ましたね。3本打ったので。そうですね。今村かわしてペイントエリア侵入。そしてふわっとしたシュートが決まった。今のはうまかったですね。そうですね、今村選手。並里がずっと同じところでドリブルをついて、今試合終了です。74対53。